俺と坂巻くんのさ、共通で入ってるグループ LINE にさ、知り合いの方からさ、アルバイトの紹介来たでしょ。知り合いがバーを高円寺でやるので、アルバイトを手伝ってくれる人いたらどう？みたいな。で、結構一人でやるよ、超ちっちゃいバーだから一人で店に立って、やるような自由の利く。で、そのオーナーさん、私知り合いなんだけど、まあいい意味でいい加減な人でみたいなノリでこうお誘いになったじゃない。で、俺結構最近バイトのこととかさ、コラムで書いたりしてるから、バイト歴20周年っていうね、もう数えてみたら、20年やってんの？いや、そうじゃん。15歳から考えるとさ、もうバイト歴は、その同じバイトじゃないよ。だけど、このバイト歴が20一周回年になっ書きた出してと。たな、バイトの種類。そうそうもそうのすそう。ごい数あったもんな。あ、これはすごいことだなと。普通に働くのも素晴らしいことだけど、バイトだけを20年やってるっていうのは、意外に、興味あんじゃないかみたいなね。一般の人からしたら、そうだよまあ、ね。そうだよね。芸歴何年とか言わで、れとるてよつりもは。ないさ、もうスキルもさ、身についてきてさ、とかいうの書いてたからさ、まあまたこれ面白い案件来たなと思って、もう結構即答でね、俺。早かったな、レスが。そうそう、やっぱすごいのよ、バイト歴20年になると。何の躊躇もなく。ねえ、だって今一応やってるやつがあるのにさ、速攻返してんだよ。やりますみたいな感じやだるもやん。るっつって。のノリでやって、そしたらもう次の日に、やっぱすごいから、足がもう軽いから、バイト歴20年になると。もう次の日には、そのオーナーと連絡取って会いに行って、早いで、ぜ。店の中、内装を見て、これをこうしましょうとかいう話にも、店長ですか？そう、やっててね。で、話してたの。そしたら、どう？みたいな。他にも働く子見つかった？みたいな、このこと言われたりとかね。じゃあどうしたらいいと思う？値段とかどうしたらいいと思う？これ3000円でどうのこうのでとか、なんかいろいろね、この値段で飲み放題とかとかいろいろ考えてて、まあこれはこの値段の方がいいかもしれないですね。だフードはじゃあね、あんま火使うのあれですもんねとか。バイトのレベルじゃないけどそうな。そうそうそう。でも経営。まあほら、すごいから、もうバイト歴20年になると。いや、そうだけどさ、仕入れとかそういうこバとイトの、歴20年になると、おも店をやるわけでしょ、う言った大ら。抵なことをやってるから、もう見えてきちゃうのよ。で、できもる？ビうジョン。リニューアルする店とかもさ、もう見てきたりだとか、まあ20年あるとあるのよ、いろいろ。そんなに全般いける？まあまあ、一応ね、まあよくわかんないけど、まあいろいろ語り合ってさ、話し合ってこうしようとか言って、じゃあ次会う時までにさ、いろいろバイトある子とか、いろいろあれしといて、調べといてさ、選んじゃってよ、みたいなさ。まあまあ、でも確かになんか随分俺にこう、体重乗っけてくるなっていう感じでさ。もうほぼほぼ全部乗っけてるやそうん。そうそう。で、また次の日会ってさ、じゃあ、バイト見つかったみたいな。まあまあ、そうっすね。2人ぐらい、3人ぐらいは手伝ってくれる子が見つかりましたね。そっかそっかな。じゃあまあ、歩合ってことで、とかなんか言っててさ。じゃあそういうバイトの子とかを、こう、この曜日に入れてとか、その時まあ、山本くん、俺岩本なんだけど、岩本くんが店立つのも自由だし、ね、まあその子にこう、時給とかね、どうするかも自由だし、とか言って。で、じゃあこれ、とりあえずこれで動いてって言われて、5万渡されて、何それ。あれって、ここで初めてもう、自分がもう、アリ地獄の真ん中にいることを気づいて、どういう状これ況？なんですか、これって小説みたいな風景。僕は、これどういうこと、あれ、なんで5万で動いてって。いや、だからちょっといろいろさ、動くことあると思うからさ、動いちゃって5万で、みたいな。そういえばなんか時給を決めていいとかいろいろ言ってたけどな、ちょっともう一回整理しますねっつって、僕はバイトをする人探してきますよね。いや、まあ僕はもう週3ぐらいでしか出れないんですが、あくまでバイトだからね。もうバイトと聞いてて、やりますの感覚だったから。やります。で、
何ですか、他の日を他の探した人でやるってことで、それは時給とかあの決めていいよって言われて、うん、んで、あのじゃあそのシフトとかも僕が作る、そうよそうそうそう、え、僕店長ってことですか、まあそんな感じねって言われた。俺バーの店長になっちゃった。いやだから俺なんかチラチラ聞いてたけど、君 できるんかね、うん、オーンってさ、いや俺あの働く、いやちょっと大丈夫なの、それもう進んでんの話は、うん、それちょっとやめとくっていうのはないの、もういやいや、こんな面白い話ないでしょ、このタイミングでコラムが進む進む、いやコラムは進むけどコラムは進むけど週3ってレベルじゃ無理じゃない、だっていやまあいけんじゃないかな、で今一応なんかやってるやつもあるわけでしょ、うん、それやめてこっちに、いやいやそれもやるよ、それもやる、うん、でお笑いもやって、うん、ってこと、そう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 、何足わらじ履くの、いけるどうなるかね、だって経営ってあなた、まあまあまあ、でも大してあれだから、もともとのあれかかってないから、別に経営で食らうわけないから、食らうわけではないからね俺が、いやまあそうね、うん、その質をね、そう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 、だって食べ物とかも自分で仕入れてってことでしょ、うん、まあ大したもん出さないからね、うん、火は使わないから。内装はちゃんとしてるの？あ、まあまあ普通、うん、普通の、もうそのまま使えるぐらいだ、ね、まあそんな感じだよね、へ、うん、やる？いや週一で、いやまあどういう、あれあんまよくはどういうお店なの？いやもうあのバーってあのかっこいいバーじゃないね、バーとは名だけの、あ、まあ要はカウンターがあって簡単なお酒作るやつだね、その凝ったカクテル系は置かないって感じなのかな、うん、その名前をつけるとしたら何なの、バーとも言えない居酒屋で、なんかねアミューズメントバーって書いてあったよ、何なんアミューズメントバーわかんないダーツは置いてあった1台だけでもダーツバーではないわけでしょ、そうだよね、うん、違うんだよ、うん、分かんないけどさ、うんうん、え今のところその3人ぐらい集まってるんだ、うん、やるっていう、うん、あそうなんだどうするたこ焼きなんかまあ今さなんか芸人めっちゃ集めて融通の利くノリにはしたいんだよね、この日休みたいっつったらもうすぐ世事件みたいな感じ、まあまあそういうことになるのかな、世事件にしようかな名前、いやいやいや変えろバー世事件、それは変えろや、うん、そのまま取っちゃうんだよ、言い訳出たのそんなバー世事件バーそんな大きいお店じゃないんでしょめっちゃちっちゃい、もうこの部屋ぐらいでしょ、うん、そうかな、うん、そう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 、いや曲がり店長的なことだよね、いやそりゃそうよ、そうだよね、うん、まあまあやってる人いるけどね、うん、あのマキオさんみたいな、そうやね、なんだ、単純にトークライブとか芸人さんやりたい人いたらさ、あ、まあめっちゃ規模小さいけど、うん、まあ、10人ぐらいで、うん、いろいろ話聞きますから広めといてください、それ、うん、それでいつオープン、どうするたこ焼きは、ちょっとこの段階でどうするって難しいうかつにやりますって言っちゃうと、いやいや別に関係ない、バイトでたこ焼きはこんなことさせないよ、ただのバイトとして手伝ってくれっつってんだよ店長が、店長、いや店長俺らにさ店長じゃないから、知らんお店の急に知らんお店の人来て俺店長だからって言って手伝ってくれっつっていやちょっと待って、それちょっと考えさせてください、はい、ね、ちょっと考えさせてください、あ、そうなの、でも何時何時とかも、いや時給も聞かなきゃそれは考えられないでしょ、なんで聞かないの、やる気ないんじゃないそれ、じゃあ時給いくらなんですか、確かに時給俺にコピタブ上げてやるよ、なん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 、まず提示しろよ、わかんない難しいっすね一番難しいコピタブだけ上がるよ、なんでその営業、お前はこのままじゃ650円だ、安いんだコピタで、もういや日本にないんじゃないですか650円のところは、ギャラ交渉から始まるでもさ、ギャラ交渉から始まる面白いですけどなんだ難しいっすよ、そうですね、そうだ、いつオープンだもん決まってないんでしょ、うん、4月頭だったけど、まぁ、あ、ちょっと4月頭結構このコロナ系がね、またね、ここでまあオープンするのがどうなのかっていうのは、まあ、ちょっとオーナーと、相談しながらやんないとまずいんでね、うん、そのオーナーの人もすごいな、うん、すごいな、すごかったな、びっくりしたな、そんな感じになってんだな、
えっつって、本当に。てて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 店長お、俺が第1話第1話終わるの終わりの瞬間俺が第2話へ続く、どうなるんだろう、ね、でもなんかまあ、坂巻くんなんかあんま働かなくていいけどさ、まあ、しょっちゅう店にいる人になってよ、端で必ず飲んでる人2人の時間増えるよ、うん、いやいやいやもう全然そこはいいんだけど、まあ、そうなお客さん来そうじゃん、なんかあの店あの店必ずいるんだよね。まあ昔ね居酒屋マッハみたいのねやったことはある、はいはいはい、まあ、まあ、あれ毎日できねえじゃん、きついじゃん。あれはだって結構ちゃんと料理ってやってたり、あそこまでちゃんとしてないわけでしょ。いや別にだからもう客としていればいいから、坂巻くん客って端っこの方で飲んだけど、本当常連さんです。そうそうそう、公式桜、桜なんか俺ツイッター上げてくからさ、ツイッター今日も来てます、今日も来てます